ビジネスっていう世界に入れば若いもベテランも関係ないから、すいません僕新人なんでとか、ね、知らんやんって。じゃあそこに対して努力する、これがプロ、プロである以上プロの仕事してくださいというだけの話。お願いします。じゃあ今日また質問で、はい、はい、どうぞ。営業してる、サラリーマンの質問です、この間先輩にお前はプロ意識がないって言われた、でいろいろ調べてプロ意識が何かわからないと、辻さんの考えるプロ意識って何かを教えてくださいって言いました。まあプロとアマの違いってことやんな、はい、そうです、まあプロとアマの違い、まあ簡単に言うとお金もらうかもらえない、もらわれへんかじゃない、だってお金もらう以上プロや、じゃあ例えば飲食店行ってボランティアで出せないとこれいいと思うけど、お客様からお金をもらって食事を提供させてもらう、お客様からお金をもらって髪を切る、これもプロや、プロである以上プロ意識足らへんっていうのはやっぱ自信持ってないってことじゃない、だからさ俺よく言うやん、俺タクシー乗れへん理由とかさめっちゃ言うやん、だってさタクシー乗ってさ、じゃあどこどこから新宿までって言ってさ、すいません僕新人なんでとか、ね、僕ちょっと最近東京に来たばっかりなんで知らんやんって思えへん。いやいやいや、じゃあ運転すんなよって、じゃあ金取るなよって、めっちゃきつい言い方すんだよ、直接こんなん言えへんで、でもそうじゃない、じゃあ金取んなよって、じゃあボランティアで送ってって、それやったら文句言えへんもん、道間違えても何してもって。プロである以上お客様からお金をもらう以上道分からへんとか関係ないからって。え、そうやろ、野球でも一緒やん、俺野球やったとか野球で捉えるけど、プロ野球選手だってさ僕新人なんでってさ、まっすぐしか投げへんの、じゃあピッチャー、じゃあ相手ピッチャーすごいピッチャーがね、日本球界を背負うエースが来てさ、新人でさ開幕試合で代打に出してもらってさ、すいません僕新人なんでって審判とかピッチャーに言う？それ一緒やで、お金もらって観客に応援してもらってお金もらって打席に立ってる以上プロやから、向こうが大エースであり自分が新人であっても関係ないやん。そこは自分の自信満々で、お金もらってる以上プロなんやから打ったるぞっていう気持ちでいかなあかんくない？それを自信なくな言うのは間違ってるよ、だからほんまタクシーの運転手とか見てほしいもん、新人なんでとか最近転勤したばっかりなんで関係ないからって、じゃあ運転するなって、そうやろ、お金渡してんねんからって、ボランティアで送ってって言ってるんちゃうで、ヒッチハイクしたんちゃうでって、お金払ってこの前に立ってんねんやろって、じゃああなたはプロですと、プロである以上プロの仕事してくださいというだけの話よ、そうやろ、何でも一緒やん、お前スポーツのビジネスでも一緒やん、だから本当にプロ意識が足りないって言われるのはね、多分営業やったらお客様からお金をもらってると思うから、お金をもらってる以上はやっぱりプロである意識は持っとかなあかんし、アマチュアではないから、それだけのことをしないといけないし、それだけの知識も必要やし、それだけの自信も必要や、まあ、そこが足りないんかなって俺は今その質問を聞いてパッと思った、なんか俺の周りも、あこいつなんか若いからとかね、許されてるやつもおるやん、でもやっぱりもうビジネスっていう世界に入れば若いもベテランも関係ないから、逆にベテランからしたらお前ら若いくせにっていうのも関係ないしね、同じプロやから、一緒やん、そうやろ、なんか格闘技でも一緒やん、じゃあ試合始まってさ、じゃあこっちは初戦、こっちは50勝50戦やってる、対戦する、いや僕アマチュアなんでって言ってさ成り立つ？いやプロやんって、ファイトマネーもらってるやんって、だから全力でやってて自信なさげな発言しないでって、それを見に来てんねんで、あなたたちの試合をお金出してって、そうである以上プロとしての自覚持ってって、アマチュアじゃないよって思います。だからプロとアマの違いは大きくそうかなって、お金をもらうかもらわないかやと思います。やっぱりお金もらってる以上お客様にやっぱサービスを提供しないといけない、お客さんからありがとうを言ってもらわないといけない、じゃあそこに対して努力する、これがプロ、ボランティアでやってるんだったら別にボランティアでありがとうって逆に言われるからいいと思う。だから俺だってさ、俺の場合会社もあるけどコミュニティもやってるやん、だからまあ企業サロンであったりオンラインサロンをやってるからね、これってやっぱり俺もお金もらってる以上、俺ボランティアでやってないから、お金もらってる以上プロとしてやってるから、その人たちの質問に対してとか、その人たちが求めるものに対して分かりませんじゃ通用しないからね、分からないと勉強せって言われて終わりやから俺も、そうやろ、だから俺は勉強してるし常に成長してるし、でコミュニティで一番難しいで、ほんまにやったら分かるけど、会社なんか簡単よ、給料渡してありがとう言ってくれるから、でもコミュニティってお金もらってありがとう言わせなあかんから、だから毎日アップデートせなあかんねん、だから毎日成長するのに必死やねん、そうやろ、今月の俺やったら来月退会したらよくない、新しいもの見られへんのやったら、だから俺が新しいものを見に行かなあかんねん、まず俺が新しいものを見に行って、その見に行ったものをみんなに伝える、俺が綺麗な景色、新しい景色見に行って、そのそっからの景色をみんなに伝える、だからしんどいです、正直だからしんどい、これどんだけタダでやったら楽か、でも無料っていう言葉ほど怖い言葉ないからね、
俺やったら絶対やれへんと思う。だからあえてお金もらって自分も追い込んでるかもしれない、ね、僕はだからそこに関してプロ意識を持ってやってるんで、うん、ごめん俺は分からへんとか、ごめん俺はこの人脈ないわなんて一言も言ったことないですし、今後も言うつもりはありません。分からなかったら調べます。分からなかったら勉強します。勉強するんでちょっと待ってくださいって言います。はい、それがお金もらってる以上プロとしての仕事やし、プロとしての自覚だと思うし、それがプロとしての責任だと思う。はい、お金もらってる以上は僕は全力で自分をアップデートして、うん、みんなより早くアップデートしてそれを伝えないといけない仕事だと思うんで、今日もね、打ち合わせ行ってきた通り常に毎日アップデートしてます。プロ意識を鍛える方法とかってなんかあったりしますか？プロ意識を鍛える方法、はい、実際あるんですか？実際経験じゃない、うん、まあ意識やな、うんうん、意識を持って生活してそれが知識になって、うん、その知識をアウトプットすることがプロやと思うから、本当に積み重ねると思う。そうやって俺の会社だってそうやし、コンビニだってそうやし、全員に満足することは与えられへんけど、プロでやってる以上全員に満足を目指してやってるから、うん、でも全員満足せん、じゃあ今月は5人の方が満足せんかった、じゃあヒアリングしっかりしてどうやったら満足するっていうのをねちゃんと聞いて、でまた次の次に新しいものを持っていく、これの繰り返しだと思う。それがやっぱりプロに近づくんじゃないかなって思います。だからさ、俺のさ、なんかさ、好きなユニクロとかあるやん、ユニクロ大好きやん、ユニクロしか着いへんやんか。なんで好きかっていうと、あの会社って一番お客さんのクレーム、まあクレームって言ったらおかしいけど、お客さんの声に対して一番お金払う会社やん、うん、とりあえずお客さんの声をお金払ってでもいいから集めろっていう会社やん。でそれを次の月改善する。だからよりいいものができてんの、毎月アップデートされてんの、毎日アップデートされてんの、うん、だからね、すごい俺はそういった意味でもユニクロはすごい好きで、だから自分もそういう人間でありたいって思うし、いい声だけ聞いても一緒やから、うん、いかにいい声じゃない人の声を拾ってそこを改善するかが成長だと思うから、そこを意識してやるとかなりプロ意識も芽生えてくるんじゃないかなって思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。